どうも皆さん、こんにちは。チャックバスです。今私はイスタンブール国際空港にいます。やばいですね、ここむちゃくちゃ大きいですね。こちらダイヤモンド修行にルート目ということで、これから、ニューヨークの方に、ね、向かいます。それではちょっとゲートの前に行きます。見えますかね、 TK003。 今ちょっと切り替わっちゃったんですけど、真ん中のやつの、上から2番目ですね。 JFK ニューヨーク行きたいと思います。めちゃくちゃでかいですね。ジャカルタの空港が綺麗だったんですけど、それとは比べちゃいけないぐらいの規模のでかさですね。最近改修されて綺麗になったとかなってないとか、空港が広い分ね、移動距離っていうのは伸びるんですけども、これはすごいですね。お店もめちゃくちゃたくさんありますね。ほとんどのものがここで済みそうなぐらい、スーツケースも入ってますね。ゲートの前にね、もう一個セキュリティがあるみたいで、今並んでいます。どうやらここでもう一回セキュリティ取ってから登場みたいな感じなのかもしれませんね。ひとまず並んでチェックを受けたいと思います。ではね、制限エリアに入って、今こんな感じでゲートの前にいるんですけども、このゲートは
その11ゲートからさらにもう1個ね、セキュリティがこんな感じであります。で、まあ、私の路線だとニューヨークなんですけども、ニューヨークに行く場合はイスターとか必要ですよね。そういうものをあらかじめもう1回チェックされて、さらに手荷物検査、まあ、簡単な手荷物検査をもう一度受けさせられますので、ここに来るまでに結構並んでいてですね、ちょっと写真だけ撮ったんですけど、ビジネスクラスはこっち、エコノミークラスはこっちみたいな感じですね。案内板がないんですよね。ですので、もし利用する際は、その並んでる前の方に係員がいますので、ステータス持ってる方、もしくはビジネスクラスを持ってる方は一回聞いて並んだ方がいいですね。私が並んだ方はエコノミークラスだったみたいで、後から聞いたらビジネスクラスはこっちだよみたいなことを言ってたんで、特に案内板がないんで、それだけね頭に入れといてもらって、一応ねステータスは使えるということなんで聞いてみてください。ではね、もうちょっとでね搭乗開始されるかと思いますので、ご来園で待っていたいと思います。開始のアナウンスがありましたので、登場していきたいと思います。ではね、無事入場することができました。それではね、無事入場することができました。これからね、JFK に向かいたいと思います。でね、ジャカルタで手荷物を直接ニューヨークへ送りますって言いました。本当にできてるので、確認したくてちょっと聞いたら大丈夫だってことだったので安心です。これから4時間ぐらいくらいかな、4時間、5時間ぐらいかな。で、今回ビジネスクラスなので、さっきと多分座席が一緒なんですけども、トリプルフラットで収納することができますので、気が楽に行けると思います。無事搭乗することができました。今回はエアバス330-20/300ということで、200/300ですね。先ほどと違うんですけども、だいたい一緒ですかね。でもこっちの方がさっきより綺麗ですね。多分おそらくですけども、まだ劣化が進んでないだけなんじゃないかなと思いますけども、綺麗ですね。ボタンとかも先ほどの機体は結構すれてたんですけど、今のところ大丈夫ですね。で、先ほどと同じようにスリッパとマフラーと、これがブランケットですね。でビジネスクラスは下に入れるところと靴入れがあります。で、ここは5時間ぐらいのフライトということなんで、アメニティは残念ながら配られないんですね。さっきあったところになかったら多分ないんじゃないかと思います。で、搭乗自体が結構早かったので、これからね多分30分ぐらい待ってから、搭乗開始離陸となると思います。今イスタンブールはねちょうど朝焼けが綺麗な感じになってます。このタクシーエアラインの長距離と短距離を乗せてね、今回のダイヤモンド周はすごい楽しくなってます。帰りも同じルートではあるんですけど、またね、座席が違うと、またね、見える風景も違うと思いますので、
それでは離陸を待ちます。今のところね、今まで空席は目立ちますけども、その空港ほぼ満席になるんじゃないかなと思います。で、座席は2になってなってました。ビジネスクラスだけど隣座りは常に2みたいな感じです。はい、では残しのマフラスターデリモン、そろそろ離陸です。まあ、私としてはやっとって感じですかね。30分以上、4、50分ですかね、経ってますかね。で、一応ねオンタイムになってますけども、10分ぐらい遅れての離陸となっております。これからすんなり離陸まで行っていただいてもらえるといいんですけども、こればっかりはね読めないんで、ちょっと待ちたいと思います。
最初もらえないのかと思ったら、後からもらえるっていうパターンでしたね。で今回はこのベルスバーチのアンテナさんなんですよ。ちょっと同じ高級ブランドかわかんないので、何やら見たことあるようなあらな気がします。ではね、開けていきます。でね、このターキシエラインのねやつはね、見えますか、ね、プラスチック、これで留め具になってるんですよね。日本でいう靴下とかが止まってるような、それがちょっとここにあって、これを思いっきり引くことによってね、開くみたいな、そんな感じになっています。で入ってるものは、これは前回買ったシールとアイマスクと、前回もいただいたちょっと違う柄の靴下、歯磨き粉、結構しっかりした歯磨き粉ですね。あとはベルサーチの、これは香水っぽいですね。あ、香水の試供品ですね。これはいいですね。あとベルサーチのフレッシュミストって書いてあるんですね。まあ、ちょっと何だかわからないですが、あとこれがオルボディローションと、普通の路線ではあれなんですかね、結構リップクリームが入ってる印象ですね。あとラスト、これは耳栓ですかね。以上っていう感じです。それではね、もうちょっとビジネスクラスのフライトを楽しみます。
some soup? Pumpkin soup we have. Soup? Yeah. Yes, please. Tanashada.
けど、全部食べてちょっと休んで到着となります。先ほどはね、メインでもう来ないと思ってたんですけど、もう一品運ばれてきましたね。ちょっとお腹いっぱいなんですけど、もったいないので食べて、これ以上来ないことを送りたいと思います。さすがにちょっと多い、びっくりしてます。
ちょうど乗った、スタンブールから、ジャカルタからイスタンブールの線はね、ここまでサービスがすごくなかったんで、ちょっと路線によってちょっとサービスが違うのかもしれませんね。それではいただきます。ちょっと私完全にやってしまったみたいで、イスタンブールからニューヨーク路線なんですけども、私発着の時間だけ見て5、6時間って思ってたんですけど、時差を計算してなかったみたいで、普通に考えて5、6時間じゃつかないですよね。ちょっとハガリーの人にもう一回聞いて確認するんですけども、ちょっとフライト時間をね見間違えてましたね。本来イスタンブールを出発するのが6時50分発だったかな。でニューヨーク到着が、朝の10時11時ぐらいなんですよね。単純に3時間4時間だと思ってたんですけど、そんなわけありえないですね、普通に考えて距離的に。なんで時差を計算された時間じゃないですか、発着の時間って。ちょっと私が完全にミスしてて、思ったより長いなと思ったら、よく考えたらそんな短いわけねえよなと思って、申し訳ございません。ちょっとフライトタイムはね、もう一回ハリーの人に聞いてちゃんとした時間をお伝えします。とりあえずフルーツとても美味しいです。それではね、今普通の状態にしておりまして、じゃあね、今普通の状態、ナスクの状態で一応ね、リクライニング、一応さっき以前のフライトで機材が一緒だと思ったら一応ね違うみたいなんで、一応ねリクライニングどれぐらい倒れるか見ていきたいと思います。でボタンがね、先ほどはもう忘れて見えなかったんですけど、これ倒すボタンと起こすボタンで分かれてまして、で倒します。もともともね、だいぶ足元が広くてとても快適なんですけども、このボタンを1個押してやってると、下側からね伸びていく感じで、足元はね、ここまでがっつりくっつきます。で、ここまで行くと後ろ側ね、こんな感じで、あ、Thank you、 フルフラットにね、することができます。これで目いっぱいですね。まあ、横になるとこんな感じ。私175センチぐらいあるんですけども、それでも全然余裕ですね。で、足元を見るとこんな感じです。ちょうど前の台が最後、踏み台がですね、
足を乗せる台がですね、最後足がフラットになった状態の時に足を乗せる台になるっていう感じで、面白いですよね。もともとあった台が最終的に足乗せになるというね。まあこんな感じです。まあ、設備としてはここに AC があります。ちょっともうバッテリーとか置いててあれなんですけど、あとここにヘッドホンのね入り口があったり、まあ本当にそれぐらいですかね。でモニターも先ほど同様タッチパネルになっていて、日本語のね表記があって、日本語の映画とかもね結構ありますし、日本語の吹き替えもありますので、まああの字幕でずっとね見てるのも疲れるじゃないですか。そういう時にはいいですね。以上こんな感じです。でヘッドホンはですね、もともとのヘッドホンはちゃんとしたなんかヘッドホンなんですけど、着陸時はですねそのヘッドホンが回収されて、また別のヘッドホンがね配布されるんですよね。なんでそんな風にしてるのかっていうと、多分いいやつを最初に配って、多分持って帰られないようにこういうねまた別のヘッドホンをして、それまでねちゃんと回収してるんだと思いますね。わざわざそこまでするかって感じですけども、途中で回収されてびっくりしました、ね、私使ってないんですけどもびっくりしました。でこれが替えのヘッドホンです。であとですねフライト自体があと1時間ぐらいでねニューヨークに着きますので、係員の方に確認したら、5時間と思った私のフライトは時差を入れて10時間になってみたいですね。いや完全にやっちゃいました。10時間でしょ、そんな近いわけないですよね。我ながらねちょっと恥ずかしかったです。10時間ですよって。あと1時間取れるとねビジネスクラス残り1時間、なんか名残惜しいですね。あと1時間ゆっくりして JFK 着きたいと思います。JFK 到着となります。ちょうどねアメリカの大陸が見えてきました。綺麗ですね。いいのもです。ビジネスクラスなんで特に不自由もないんで、このフライトが終わっちゃうのちょっと寂しくなります。ちょっと疲れましたけど、まあでも 2,3 時間こっそり寝ましたもんね。あと30分のビジネスクラスの旅を楽しみたいと思います。10時間だったっていう、なんとも情けないフライトでした。まあビジネスクラスだったのにね、楽ちんではあったんですけども、本当に爪の甘さが出ましたね。
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemeri kas ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Star Airlines üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen and dear children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalın ve kemerinizi bağlı tutunuz. Teşekkür ederim. 周りの人もね、びっくりしてました。私もちょっとびっくりしました。Ladies and gentlemen, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. ターキッシュエアラインということで、一応ねターミナル1に着陸というふうに聞いてるんですけども、どうなんでしょうか。ターミナル1に着陸で果たして置き止めなのかどうなのかというのも全然わかんないんで、また置き止めだったらね、置き止めでまた飛行機のね全員が楽しめるっていう楽しみもあるんですけど、飛行機がもうちょっとで止まりますので、それまで待ちたいと思います。隣に座ってね、男性と話して、and make sure that you take your hand luggage with you. ビジネスで来てる人なのかなと思って、ちょっと軽く話しかけたら、まさかの学生さんっていうことで、ニューヨークに学校に来たんだっていう、すごいですよね、学生さんで。この席ビジネスクラスですからね。とんでもないですよね。いや、家庭環境でいいですね。大学生でビジネスクラスに乗れるから最高だと思いますね。ちょっとどうやら出口は前から突然変わったみたいで、ちょっと文句言ってる人が何人かいますね。そろそろ降りていきたいと思います。あ、ああ、すまちゃん、すまちゃん、バイバイ、セキュー、セキュー、セキュー。ビジネスクラスということもあって、先にね、飛行機から降りることができました。これからねイミグレーション入国審査で、ニューヨーク、アメリカ、ニューヨークにね入国したいと思います。日本航空の飛行機が止まってますね。
なんつっても私はだいぶ時間をかけてきましたけど、見ようかな、うん、いいよ。直行便が12時間で飛んでますからね。私みたいにわざわざジャカルタ経由で来るなんて人はいないですよね。これも、ダイヤモンド修行海外路線の醍醐味でもありますよね。いや楽しかったけどちょっと疲れましたね。ですよね。オール路線ビジネスクラスですからね。疲れてるね。エコノミークラスとはプレミアムグルメに比べりゃはるかに楽ですよね。無事ね、JFK到着いたしました。ダイヤモンド修行第2週ということで、イスタンブールからじゃなくてイスタンブールから JFK なんですけども、ビジネスクラスで、時差を計算してなかったと思うので、5時間だと思ったのが10時間のフライトでした。まあビジネスクラスだったので、まあ、そんなに難しいこともなく、大変なこともなく、まあ料理もすごかったですし、とても楽しいフライトとなりました。今回はね、こちらで1回動画を切らせていただきたいと思います。今回の動画が面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。